平野紫し神宮じん太インスタ、解説24時間で計300万フォロワー突破突破。ファンの歓喜が爆発。元キング、リンチェのメンバーである平野紫よと神宮ぐう太が7日に個人のインスタグラムアカウントを開設しましたた。わずか24時間で合計300万人以上のフォロワーを獲得し、驚異的な人気を博しました。さらに、 彼らの投稿には2万6千件以上ものコメントが寄せられ、ファンたちの歓喜の声が広がりました。この記事では、平野氏洋と神宮寺ゆ太のインスタグラム解説からフォロワー数の急増、そしてファンからの熱狂的な反応について探っていきます。 セクシーナザーカットがファンを魅了平野しようと神宮寺ゆ太が個人のインスタグラムを開設してからわずか24時間で300万人以上のフォロワーを獲得したことは音楽業界及び彼らのファンにとって大きなニュースとなりました。 彼らは滝沢秀明氏の新事務所、とべ、の YouTube ライブに登場し、合流を発表しましたが、インスタグラムの解説は、さらなる驚きをもたらしました。解説直後、平野は、平野仕様です。インスタ始めました。との投稿を行い、ファンにその喜びを伝えました。また、彼は次の日の投稿で、おはよう。昨日はみんなありがとう。楽しかったね。 と感謝の気持ちを示し、アザーカットのオフショットをたくさんの写真と共に掲載しました。人流ジも同様に解説のちすぐにファンに向けて感謝の気持ちを伝え、今後もアザーカットを少しずつ投稿していくことを約束しました。ファンからの反響は絶大で、貴重なアザーカットの公開により、喜びの声が溢れました。 平野の投稿には2万6000件以上ものコメントが寄せられ、海外のファンからも多くのメッセージが届きました。ファンは彼らの魅力的な姿に虜になり、彼らが日々の生活や仕事の裏側を除く機会を楽しみにしています。ファンコミュニケーションの重要性平野仕様と神宮寺雄太のインスタグラム解説は、彼らとファンのコミュニケーションをより密接にしました。 ファンは彼らの投稿にコメントを残し、彼らと直接対話する機会を得ることができます。平野はコメント欄を開放し、ファンからのメッセージを積極的に受け入れています。これにより、彼らのファンとの絆がより深まり、彼らの支持層がますます広がっています。 また、平野と神宮寺は解説直後からファンとのコミュニケーションを大切にしており、ファンの声に応えることを心がけています。彼らは定期的に投稿を行い、ファンとのつながりを保つために努力しています。ファンは自分たちのアイドルとの関わりを感じ、彼らがフォロワー数を伸ばすために尽力していることを認識しています。 平野の仕と神宮寺勇太のインスタグラム解説からわずか24時間で300万人以上のフォロワーを獲得したことは彼らの人気の高さとファンの熱意を示すものです。彼らのアザーカットに対するファンの反応は非常に熱狂的であり彼らの魅力と才能に対する世界中からの賞賛が寄せられました。このインスタグラムの成功は 彼らが音楽業界でさらなる飛躍を遂げる可能性を示しています。ファンとのコミュニケーションを大切にし、彼らの日常生活や仕事の舞台裏を公開することで、ファンとの絆を深めている彼らの姿勢は賞賛に値します。平野紫洋と神宮寺勇太のインスタグラムは、 彼らの音楽活動の一環として、ファンとの関係を築くための重要なツールとなっています。これからも彼らの活動に注目していくことで、さらなる成功を収めることが期待されます。ファンは彼らの成長を見守りながら、彼らとのつながりを深めていくことで、彼らの応援の輪を広げていくでしょう。 平野紫耀と神宮寺ゆうたのインスタグラム解説からわずか24時間で300万人以上のフォロワーを獲得したというニュースはエンターテイメント業界における注目すべき出来事でした。彼らの人気は今後も拡大することが予想され、彼らのファンは彼らとのつながりを深めながら、彼らの活動を応援し続けることでしょう。 結論を言えば、平野紫洋と神宮寺ゆ太のインスタグラム解説は大成功と言えるでしょう。彼らの魅力的なアザーカットによって、ファンの歓喜の声が広がりました。彼らのフォロワー数の急増は、彼らが持つ魅力と才能によるものであり、彼らのファンとの緊密な関係を示すものです。彼らのインスタグラムは、ファンとのコミュニケーションを強化し、 ファンの期待に応えるための重要なプラットフォームとなっています。彼らの投稿やコメントへの対応はファンの心に響き、彼らとの絆を深めることにつながっています。平野志耀と神宮寺ゆ太のインスタグラム解説は、彼らの音楽活動を支える重要な要素となっています。彼らのファンは彼らの成功を見届け、彼らの活動を応援し続けるでしょう。 これからも彼らの成長と活躍に期待し、彼らのファンとの絆がさらに深まることを願っています。